おっと、先ほどもご紹介いたしましたが、松岡貴子さんね、はい、タンジーというね、まあ、あのプロレスをテーマにしたミュージカルが、池袋サンシャイン劇場で ね、7月の7日から始まるわけなんですけども、今日はそういったあの30分日本勝負、チャンピオンベルトは勝っておりませんが、リミとそしてモンターリッパーの対戦面白くなりました。さあまずリミの速攻であります。どうするか、おっとリミが逆に投げられてしまいました。エルボードロップ、これはなんとかかわした。一発くるともうねそのままという感じのリミ萩原であります。よくかわしました。試合が始まりました。続きであります。いやモンスターリッパー相変わらず豪快な技を連発しております。しかしミンも宮本さんね、今会長はですね全く自分でも不思議なぐらい悪いところがないと、そうですよ ね、 言ってましたね。4月の大阪のね会長戦からもずっと好調ですからね、はい、本当ですね。ですから腕にもそして足にもサポーターが巻かれておりませんが、しかし相手はですね人間狂気モンスターリッパーであります。どういうことになりますか。飛んでます飛んでます。まあとにかく森本さん、このモンスターリッパーはですね、はい、ジャッキー佐藤以来もうずっと日本のね、女子プロレスラーは泣かされてるんですよね。本当にすごいですね、はい、初めての実物を見てやっぱりすごいですね。これでね相当小さくなってるんですよ。ずいぶんやってましたもんね。松岡さんそう見えますでしょ。お腹がすごく引っ込んでびっくりしました。はい、あお腹引っ込んでるねそれ、すごかったですよ、うん、見当たるみたいでしたもん。そうだね、はい、120キロとご紹介したんですけども、あるいはそれ以上あったかも分かりません。まあ今回は一応100キロということになってますけども、実際のところどのくらいあるんでしょうか。さあリミ、大きなモンスターリッパーを投げ飛ばしました。こういった技は前のリミだったらできませんでした。今度はしかし痛烈なお返しであります。叩きつけられました。リミの体がもうあれで壊れてしまいそうであります。モンスターリッパー高鮮度、例によってラッファイト。モンスターリッパー続けます。リミ危ない、リミ危ない。高層的の前リミが徹底的にスタンピング蹴られてますね。あっと耳の骨折を掴んでおります。リスイの余地もありません。超満員であります。お客様が見えてます。耳のリスイが逃げられました。あー放送時のほうが強くなってきました。スタンピングが上がりました。あー耳の骨折をつけてます。あーちょっとダメ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 。モンスターリッパー1年ぶり来日いたしました。モンスターリッパーすごい重いですね。いややはりね軽くなったとか痩せたとか言ってもモンスターリッパーの場合は特別ですね、すごい迫力でした。初めて日本に行った時は体の大きさだけ目立って大した技もなかったし、それからですね場外乱闘なんてのはほとんどできないね。そうですよね、思ってましたですけどもね、やっぱりねあれからメキシコでねずっとやってますからね、はい、なるほどなるほど、とにかくあのメキシコでの試合が多いそうですけども、メキシコじゃ場外乱闘なんかやはり相当、男子のレスラーに向かってやってるんでしょうかね。そうですよね、はい、うん、またカウント2が入りました。森本さん、はい、先ほどからねもう食い入るように見てますけども、はい、モンスターリッパーとミミ、ここまでどういう風にご覧になってますか。いやーすごいですね。いやあのモンスターリッパーが昔そういうデクだったのが初めて聞いてびっくりしたんですけどね、はい、いやスタンハンセンのリズムの取り方にそっくりなんですよね。なるほど、技のスライダーだからウェンディ・リスターがね、はい、キングコングブロディになるのかなと思って今考えてたんですけど、なるほどね、ぜひあの2人を揃えて やらせてみたいですね。あのデビル横田と、デビルじゃないデビルとジェガー横田と並べて、はい、
いやー森本さんは、ね、男子のあのプロレスとっても詳しい。は聞いている。そして海が今トップロープに上がろうとしております。さあモンスターリッパー大ピンチであります。このままいったーっとフライングネーボディープレスなんですけども、これはちょっとモンスターリッパーには通用しておりありません。エルボーで一発背中。さあ髪の毛を持って振り切ったモンスターリッパー、どうするか。タイヤタイヤあります。何かの大して動いちゃないんです、いないんですけどもね、一発で突っ飛んでしまいました。今アスカが入ってね、あれだけ2人がかりでね、はい、3発攻めたんですけどね、ダメですね。やっぱりもうモンスターはやっぱり人間離れしてますね、はい、まさにモンスターですね。100キロの階段モンスター、あーバックフリーカーに持っていきました。人大丈夫でしょうか。高々と抱え上げたバックフリーカー、もう一発いっか。ご覧ください、カメラに立ってました。そのまま叩きつけましたね。そして上からいった、耳ピンチだ。危ない、動けない、動けない。とうとうカウント3が入ってしまいました。監督の勝利であります。いやいや、なんか放送席も汗びっしょりの実況中継でございますね。この後 BWA のいよいよ世界一選手権。